農林水産大臣、農林水産大臣、農林水産大臣は日本の農林水産省を所管する国務大臣である。略称は農水省、または農省。1925年以前及び1943年から1945年までの農省務大臣、農省大臣の一覧表は農省務省の項目を参照。 広く農林水産行政を統括するポスト。農村を重要な支持基盤としていた、戦後の自民党政権において重要な閣僚の一つであり、有力政治家の歴任も数多い。第一次産業従事者が人口の最も多くを占めた戦前日本において、農省、農林大臣は現在よりさらに重要なポストであり、敗戦直後は現下の国難である。 食料危機を乗り越えるため最重要のポストと目された。近年は WTO の通商交渉や食の安全などをめぐって注目されることが多く、とりわけ通商交渉にあたっては国際交渉力に加え国内の農業団体、農林族議員を抑え込める政治力が急られる。このため農水省 OB や農林族の有力政治家が任命されることが多いとされる。 閣僚としての重要性が増す一方で、就任した政治家は、就任少数不祥事に直面し、職を全うできず辞任したり、退任後に不幸に見舞われたりしている。このため、マスコミなどでは、鬼門、呪われたポストと呼ばれている。古くは、片山内閣の平野力造農林大臣が、西尾末広内閣官房長官と対立し、GHQ の移行も手伝って、 片山明首相から罷免された後、公職追放の浮き目にあった。広川博前農林大臣は、吉田内閣における吉田首相懲罰動議に欠席して、本会議で可決されたため罷免され、馬鹿野郎解散による解散総選挙で落選した。最後の農林大臣であり、初代の農林水産大臣である、福田赳雄改造内閣の中川一郎は退任の5年後、 57歳で自殺、不審死している。ヨドゴハイジャック事件の人質身代わりとしても知られる。山村慎次郎は離任の8年後に次女に視殺され、その次女も後に自殺を遂げた。省庁再編後、2001年に就任した武部勤は BSE 問題をめぐる出現などで批判を浴び、翌年の内閣改造で事実上の更迭、公認の大島忠盛は、 様々な疑惑から事実上更迭された。続く、亀井義行は離任後間もなく、病に倒れて死去している。2004年に就任した、島村義信は、翌年の郵政解散直前、閣議で、衆議院の解散に反対して、閣議決定への署名を拒否し、辞表を提出したが、小泉純一郎首相により罷免された、解散選挙では当選。島村の罷免を受け、 副大臣から昇格した岩永峰一も離任後に献金問題を指摘された。2005年に二度目の就任を果たした中川翔一、初代農林水産大臣、中川一郎の子息は無難に職務をこなし退任したが、4年後には財務大臣辞任、落選の浮き目を見て、2009年10月に56歳で休止した。 特に2006年9月26日に発足した安倍内閣では農水省の交代が頻繁に起こっており、最初就任した松岡敏勝は高熱水費問題や緑資源気候談合問題を国会で追及され、戦後の閣僚としては初めて在任中に自殺。若林正俊の臨時代理を経て、公認の赤木徳彦も自身の数々の疑惑により、 これが一因で7月の参院選における自民党敗北を招いたとされ、2007年8月1日に事実上の更迭、2009年の第45回衆議院議員総選挙は落選した。そして、若林正都環境大臣の兼任を経て8月27日に発足した安倍改造内閣では、遠藤拓彦が就任するも、追い玉農業。 共済組合かけ金不正受給問題などを追求され、9月3日に辞任。在任期間8日間という近年では稀に見る異例の事態となった。公認はまたも若林。同一政権下で臨時兼任も含めると3ヶ月余りの間で3度目の農水省就任となった。退任後の2010年4月2日、参議院本会議での不正投票問題によって、 議員辞職に追い込まれた。2008年8月、大田誠一による事務所費問題も浮上し、在任中に事故前不正転売事件に関する発言が問題視された。9月19日、事故前の不正転売の責任を明確にするということで、福田康夫首相に辞表を提出。大田も赤木土曜、同選挙で落選した。大田の辞任後は、 内閣官房長官の町村信孝、町村は同蔵選挙で小選挙区落選。比例で復活が臨時代理を務めていたが、麻生内閣で農林水産大臣に就任した石場茂はこの事態に誰から事務引き継ぎするのと就任時のインタビューで皮肉を漏らした。2009年に誕生した鳩山内閣の赤松博隆は、 翌年の皇帝疫問題への対応の遅れで強い批判を浴び、閣僚の大半が残留した6月の官内閣の誕生にあたって事実上責任を取る形で退任した。公認として副大臣から昇格した山田雅彦は職務そのものは無難に努めたものの、2010年9月民主党代表選挙で首相と対立する小沢一郎候補を支援したこともあり、 わずか3ヶ月で退任となった。菅第一次改造内閣からは、かの道ちが職務を無難にこなしたが、中国初期間のスパイ疑惑、リ・ハルミツ事件に直面してしまい、2012年6月の野田第二次改造内閣発足に伴い退任した。公認として、鳩山、菅内閣で農水副大臣を経験した軍司明が大臣に就任し、 政権交代まで務めた。同年12月に行われた第46回衆議院議員総選挙では、山田、カの両者とも比例復活できずに落選。その後の第23回参議院議員通常、選挙では比例区に出馬したものの落選した。短期間ながら職務そのものは、無難にこなした、山田、スパイ疑惑に直面するまでのカノが1年以上、大臣職務を無難にこなし、 公認の軍事も解散総選挙による政権交代で退任となっており、民主党政権に入ってからは不祥事による大臣辞任や大臣辞任後の不幸は減った。民主党政権から自民党へ政権が戻り、大臣に就任した林義正は、六夜同様1年以上職務を無難にこなしたものの、公認の西川君也は就任早々数々の不祥事が発覚。 2014年の第47回衆議院議員総選挙で民主党の福田昭夫に敗北、現職の閣僚ながら比例復活となり、2015年に辞任。全民の林が再当番することとなった。2016年8月3日発足の第三次安倍再改造内閣では、山本雄二農水省が TPP 法案の採決に関する出現を繰り返し、野党から追及を受けて、 法案採決拒否に持ち込まれ、また、その翌年の第48回衆議院議員総選挙では、上記の出現の生活くも比例四国ブロックの最後の一枠に滑り込む結果となった。続く第3次安倍第3次改造内閣では、斉藤健が当選3回ながら農水省に大抜擢。職務を無難にこなしたものの、自民党総裁選をめぐり、 石破さんを応援するんだったら、辞表を書いてからやれ、人氏自身は石破派と圧力をかけられたと主張し、第四次、安倍改造内閣で退任した。なお、日本国憲法下において罷免された閣僚は5名で、あるが3名が脳症である。1943年11月1日付で、農林省と商工省。 商工省から軍事省へ移転しなかった残りの部門とが統合されて脳症省となるが、この脳症省は1945年8月26日付で農林省と商工省とに戻る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。